まだいたのか？高卒のゴミは首で。ニヤニヤと笑いながら言ってくる二代目社長。彼の命令で地方の工場現場にしがみつき、頑張っていたのに、ここまで言われるなんて。田村さんが辞めるなら、俺も辞めます。俺がどうしたものかと考えている間に、周りがそう言ってヘルメットを叩きつけた。周りがここまで言ってくれてるんだ。俺もそれに応えないとな。俺は二代目社長へと向き合う。社長、お前をクビにする。俺の言葉に何を言ってんだ的な顔をする二代目社長だが、この後、俺の正体を知って真っ青になる。俺は田村修太。彼女いない歴イコール年齢の寂しい20代だ。俺は事情があって祖父母に育てられた。その事情というのは両親の離婚だ。俺が幼い頃、父の浮気が原因で両親は離婚した。そして俺はその際に母に引き取られたのだ。ごめんな、シューター。俺には父の記憶はあまりない。ただ、おそらく父が家を出ていく最後の日、謝罪しながら辛そうに俺の頭を撫でる姿をなんとなく覚えている程度だ。きっと、優しかった母が愛した人間なのだから、根は悪い人ではないと信じたい。それから俺は母の実家で、母の祖父母によって育てられた。俺は母に引き取られたものの、あまり母との思い出がない。母は離婚後、心身ともに不安定になっていた。どうして、私の何が悪かったというの？うっすらと記憶になるのは、一人でそう言って泣く母の姿。幼すぎて状況がわからなかった俺は、ただ見ていることしかできなかった。そんな矢先、母は入院することに。そこで、ずっと入院している母に代わり、祖父母が俺を育ててくれたのだ。ごめんね、シュータ。あなたにも迷惑をかけてしまって。母はそのまま亡くなってしまった。シュータ、お前には俺たちがいるからな。ええ、私たちがシュータを守るからね。母が亡くなった後も、母の分まで愛情を注いで育ててくれた。運動会の時に、他の子の父親に混ざってくれた祖父に、今時の流行りの弁当を調べて作ってくれた祖母。寂しくならないように釣りや山登りに連れて行ったり、お祭りに連れて行ってくれたり、そんな感じで俺のことを精一杯愛してくれているのを、いつも全力で表してくれたのだ。しかし、成長するにつれて、祖父母にはあまり金銭的な余裕がないのも理解するようになっていった。祖父は元サラリーマンで何年か前に退職している。祖母はパートに出ており、細々とした収入がある程度だ。そんな俺の目の前に高校卒業という壁が立ちはだかる。俺自身成績はそこそこいい。進学も望むことができたが、高校卒業後は就職することを希望した。俺たちのことは気にしなくていいんだぞ。そういうつもりはないよ。何より俺、勉強よりも体を動かす方が好きだからさ。俺を心配そうにしている祖父母に、俺は笑ってそう言った。実際、特に何かを勉強したいという思いもなく、ただ、なんとなく進学するくらいなら働いた方がマシだと思ったのだ。それから俺は卒業後、とある建設会社に就職することに。会社には、俺と同じように10代の社員も数名いた。シュータ、仕事教えるから、こっち来い。はい。先輩たちは後輩である俺を可愛がってくれ、積極的に仕事を教えてくれる。よう、シュータ、お疲れさん。お疲れ様です。これからみんなで焼肉食いに行くぞ。お前も来い。はい、ありがとうございます。現場に出ることも多い若手社員の中には、焼肉をおごってくれる先輩もいる。
いつも笑っておごってくれるし、遠慮する方が逆に困らせると分かってからは、その好意に甘えさせてもらっていた。腹が減っただろ。たくさん食え。はい。他にも若いうちはなんとかなるけど、体をいたわっておくことも大切だと、ストレッチやマッサージを教えてくれる先輩もいた。結構やるとやらないとで体の疲労具合が変わるから、教えてもらって本当に助かっている。いつもありがとうございます。いいんだよ、俺もここに入ったばかりの頃は先輩たちに同じように助けられてきたから。先輩たちはそう言い、いつか後輩ができたら同じようにしてやればいいと、特にお礼などの要求もされない。そんな感じで、優しい先輩ばかりで会社内の雰囲気は非常にいい。笑顔の絶えない会社で、俺はここに就職することができて本当に良かったと思っていた。みんなお疲れさん。差し入れ持ってきたぞ。社長ありがとうございます。特に社長は人格者であり、社員みんなが社長の野田寛太郎を慕っていた。社員の中には中卒でこの会社に拾ってもらったとか、事情があって他でなかなか雇ってもらえなかったけど、社長の恩情で入れてもらったとか、そんな感じで社長に恩を感じている人もいる。あの人のおかげで今の俺たちがいるんだ。みんなそう言って社長のことを尊敬している。そして俺も社長は立派な人だと感じていた。社長は人のいいところを探すのがうまいのだ。中太は物覚えが早いな。ありがとうございます。それに字が丁寧で読みやすい。あといつも元気な挨拶が気持ちいいんだよな。俺もそんな感じで、仕事に関係することからしないことまで褒めてもらった。何でも社長の息子さんが、俺と同い年らしい、俺のことを息子のように可愛がってくれた。俺には祖父がいてくれるが、父親のことはもうほとんど覚えていない。それもあってか、俺も社長のことを父親のように慕うようになっていった。俺は優しい社長や先輩たちのもとで仕事を学べることに感謝し、期待に応えられるように力をつけていった。それからあっという間に入社してから5年という月日が経った。会社は成長を続け、どんどん大きくなっている。俺にも後輩ができ、先輩たちにしてもらったように俺なりに可愛がっていた。田村先輩、ここなんですけど、ちょっと違うような気がして。ん？どこだ？ああ、本当だ。よく気づいたな。お前は観察力が高いんだな。これからも期待してるぞ。本当ですか？ありがとうございます。俺も社長を見習って、相手のいいところを見つけて伸ばすようにしている。それに、相変わらず先輩たちは優しい。そんな雰囲気のおかげか、業績も良く、社員の意欲も高い。きっとこの会社なら、たくさんのお客さんの期待に応え、これからも成長し続けるだろう。そう俺は信じていた。大変だ、社長が。そんな矢先、社長が心筋梗塞で突然他界してしまった。あまりに突然のことで、俺も含めた社員みんなが慌てふためいた。俺自身ショックが大きくて、現実を受け入れることができず、葬式の日まで呆然としており、周りにだいぶ心配をかけてしまったと思う。そんな社長の葬式が盛大に開かれ、ほとんどの社員が出席している。みんなが突然の別れに涙を流している姿を見ると、改めて社長の偉大さを感じた。親父の意志を継いで会社をさらに立派にしてみせます。その席で涙ながらに演説している人がいた。俺は一緒に出席していた先輩に彼のことを尋ねる。ああ、社長の息子の隼人さんだよ。俺も初めて見たけど。どうやら彼が社長の一人息子である俺と同い年の隼人らしい。現在は別の会社に勤務しているようだが、今度は父親の後を継いで社長となるそうだ。そんな彼を見ながら、
生前の社長との会話を思い出す。うちの息子はうちの仕事が嫌いみたいでな。家に帰ることなく遊び歩いてるんだ。その割には自立しなくて、シュータみたいに自立した子になるにはどうすればいいんだ。そう俺にこぼしていた社長。はぁ、とわざとらしくため息を吐く社長に俺は苦笑した。うち両親いないんで、そんな環境になれば多分、ああそれは無理だわ、俺元気だもん。ですよね、多分社長は200歳くらいまで生きてますよ。おお。そう言って二人で笑い合った。そんな記憶が思い起こされ、止まったと思った涙がまた溢れる。200歳まで生きるって言ってたのに、どうしてだよ。俺は笑顔の遺影に語りかけることしかできなかった。きっと社長なら大して気にしていない感じで、悪いなと言うかもしれない。また大切な親を失ってしまったんだな。答えてくれない遺影を見ながら、そんなことを考えていた。すでに知っているかもしれませんが、今日から父の後を継いで社長になった野田隼人です。それから隼人は早速転職し、二代目社長として会社に来るようになった。しっかりと挨拶をしていたし、最初のうちは役員や先輩に仕事の内容を聞いていたので、予想よりずっといい感じの人だと思っていた。前社長から話を聞いた時の印象とは違っていたので、初めの頃は安心していたのだ。しかしすぐに、俺、わかんないから任せていいですか？などと考えることもなく人に任せるようになった。人に仕事をさせて本人は何をしているかというと、社長室でスマホを見たり遊んでいたり。役員の人がいさめても本人は全く気にしていない様子だった。仕事は部下にやらせればいい。俺は社長なんだから。そう言って本当に何もしようとしなかった。そんな社長の姿に社員の不満がたまるのも当然だろう。はじめは期待していたみんなも、次第に社長をいないものと扱うようになった。俺も社長室を見てため息を吐き、自分の仕事に集中していた。前社長は自分で営業を行い、つてを使ってさまざまなところから仕事を取ってきてくれていた。野田さんには私たちもお世話になってるからね。前社長は取引先からも気に入られ、こちらに有利な契約を結んでくれることもあった。他にも現場の経験や知識が多く、自ら陣頭指揮に立つことも多かったのだ。そんな社長だからみんな尊敬していた。一方で隼人は自分で動こうとしない。周りから勧められても学ぼうとすらしない。そんな二代目社長の姿にクライアントもだんだんと見切りをつけ、契約数が少なくなってきた。仙台は本当にいい人だったのに。契約を切ったクライアントがそう言い残していくことも多い。中には、君たちも早めに決断した方がいいぞ。そう言って忠告してくれる人もいたほどだ。結果、半年もすればみるみる業績が悪化していった。業績がここまで落ちるなんてどういうことだ。努力が足りない。隼人は俺たち社員にそう怒鳴りつけてきた。それにみんながうんざりしたような顔をするので、余計に隼人の怒りに火をつけてしまう。社長交代の挨拶もろくにしなかったのは自分なのに、これが社長の姿か。前社長は社員に責任を押し付けたりはしなかったし、率先して仕事してたのに、ついぼそっとつぶやいてしまった。おい、今なんて言った。それが隼人の耳に入ったらしい。彼は激怒し、俺につかみかかってきた。お前は俺が親父よりも劣ってるって言うのか。親父は社長なんてやってたが、ただの高卒の叩き上げだ。教養も何もないただのジジイだったんだよ。その言葉に俺も思わずカッとなった。
尊敬していた社長をその息子がバカにした。社長と俺たち社員がどれだけ努力してたかも知らないくせに。社長は社員を大切にしてくれた。クライアントや同業者からの信頼も厚かった。それをぶっ壊してんのはあんたじゃないか。あんたなんか前社長の足元にも及ばない。俺の言葉に隼人はさらに顔を真っ赤にし、俺を突き飛ばした。他の社員が俺を受け止めてくれたおかげで怪我はせずに済んだが、下手すれば机などに頭をぶつけていた。お前、確か高卒で俺と同い年のやつだよな。ハヤトは俺を睨みつけてくる。そんな彼に俺も睨み返した。大学にも行けないくせに社長の俺にそんなこと言うなんてバカはすげえな。これから採用は大卒以上にする。高卒なんて無能はいらないからな。辞めるか、田舎に左遷か、どっちがいい？そう俺に選択を迫ってくる。それに俺は祖父母の顔が浮かんだ。現在俺は祖父母と同居している。祖父が体調を崩し治療費がかかるため家計の多くを俺が負担していた。高卒の俺がこの会社を退職しすぐに就職先が見つかるかどうかわからない。わかりました。左遷を受け入れます。俺は苦渋の決断の末地元を離れる決意をしたのだった。そう、体にはくれぐれも気をつけるのよ。帰ってすぐに俺は祖父母に左遷のことを話した。二人とも俺の考えを察してくれたおかげで反対はされなかった。体には気をつけること、絶対に無理はしないこと、いつでも戻ってきていいこと、そう約束を交わし俺は田舎に移った。移動先は高速で5時間ほど運転し、さらに一般道を2時間運転した山の中だった。大規模なトンネルの開発に携わる長期の仕事で、プレハブの事務所を構えている。このトンネルが完成すれば、たとえ大雪が降っても山を越えることができますからね。地元の方たちにも期待されているんです。そう説明された通り、地元の人たちは俺にも明るく挨拶してくれた。差し入れもしてくれるし、若いのにご苦労さんと言ってくれる。そんな地元の方の期待を一身に背負う山中の業務は多くの人が携わっている。周りの人たちは期間内に工事を終わらせようと自分の仕事をしっかりとこなしていた。そんなプロとして仕事をする姿に触発され、俺も必死に仕事をした。最初はこんなに若い人が来て大丈夫かって思ったけど、田村さんが来てくれて本当に良かった。まだまだ完成までは時間がかかるけど、よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。そんな姿を周りは評価してくれ、人間関係も良好に保つことができた。何より自分自身のスキルアップもできるから、ハヤトの嫌がらせの一環とはいえ、この現場に来ることができてよかったと心から思っている。仕事に夢中になっていれば、ハヤトのことなんて頭から忘れてしまうし、心配そうに電話をかけてきた祖母も、俺が楽しく仕事ができていると報告すると安心したような声を出していた。田村さん、ちょっといいですか？はい、今行きます。それからしばらくして、俺のところに親しかった後輩も移動してきた。その後輩は俺と違い短大を出ているはずなので、ハヤトが左遷するとは思わなかった。どうしてお前まで？やっぱり俺、先輩が左遷されたことが許せなくて、それで反抗したら左遷されました。そう言って笑う後輩。彼の話によると、俺を左遷させたことで先輩たちも見切りをつけ始めたらしい。一応宣言通り大卒の人を採用しているようだが、高卒が多い先輩たちを隼人が率先してないがしろにしているので、空気は最悪そうだ。ある意味離れて正解だったかもしれないな。さて、やることはたくさんある。しっかり働くぞ。はい、今日の分が終わったらまた飯に行こう。近くにいい居酒屋があるんだ。わあ、楽しみです。
それからさらに5年が過ぎた。長いトンネルの工事は時間がかかるもの。途中から参加した俺だったが、いよいよ完成が見える時期になった。いよいよですね。ああ、俺、この現場で働けて本当に良かったです。俺もそう思うよ。あの後輩もすっかり成長し、俺の右腕とも言っていい存在になっていた。もちろん、俺自身も大きく成長できたと自負している。そんな時、社長が現場を視察に来るという話が来た。大丈夫ですかね。まあ、さすがに向こうもいい年した大人だし。後輩にそうは言ったが、正直俺も不安だった。5年経って、あの社長も少しは立派になっただろうと思ったが、残っていた先輩たちから聞こえてくる噂では改善していないようだった。実際、そんな社長に見切りをつけて、5年の間に頼りになる先輩はほとんど退職。話を聞かせてくれた先輩たちももうすぐ退職すると言っていた。あの頃の会社の姿は今はもうほとんどない。俺はこの現場が終わったらどうしようかと身の振り方を考える。俺もそろそろ退職してもいいかもしれない。他の会社に入るための実績と下積みは十分積むことができている。いざという時は俺も連れてってくださいよ。わかったわかった。そんなことを考えていると社長の視察の日が来た。責任者が社長を案内しているのを遠目で見る。社長は工事現場だというのにスーツ姿であの頃と変わっていないのを実感した。現場のことを知らずに呆れるものだ。そんなことを思っていると社長と目が合ってしまった。ゲッと思っている間に社長は俺の方に近づいてくる。なんだお前、高卒くんじゃん。ニヤニヤしながら迫ってくる姿に逃げるのを諦め、俺はヘルメットを取って頭を下げた。お久しぶりです。へえ、こんな山奥の現場なのにまだいたんだ。まあ、お前にはこんなところがお似合いかもな。そう言ってゲラゲラと笑う社長。そんな俺たちのやりとりを周りの人たちが見つめる。こういう工事現場には他の会社の社員もいるのだ。うちはあくまで子会社の一つだということを未だに理解できていないらしい。周りの人たちは社長の言葉に次第に眉を潜めている。先ほどまで案内をしていた責任者も不快そうな顔でこちらを見ていた。高卒でバカなお前は泥にまみれて働くのがお似合いだよ。同い年だけど、俺は社長でお前は労働者。その違い分かっているんだろうな。そう言ってニヤニヤする社長に俺は分からないようにため息を吐いた。もう十分時間は与えたつもりだし、いい加減分からせてやってもいいかもしれないな。実はうちの会社あんまり業績良くなくってさ、人員整理することにしたんだ。大卒の優秀な社員で揃えるつもりだからさ、お前みたいな高卒のゴミはクビ。社長の俺がわざわざ伝えてやったんだ。ありがたく思えよ。それを聞いて慌てたのは俺ではなく周りの社員だった。今田村さんに抜けられたら仕事が立ち行かない。後期内に終わらないかもしれないんですよ。勝手にそんなこと言わないでください。そうです、今まで田村さんがいたからうまく立ち回れたんですよ。うるさい、俺は社長だぞ。社長の言うことが聞けないのか。お前たちもクビにしてやる。社員の抗議に社長はそう怒鳴りつけた。その様子に俺は冷たい視線を向ける。そもそもこいつは俺にとってもともといないも同然だからいいんだよ。そう言うと社長は俺にまたニヤニヤと笑いながら振り返る。まだいたのか。高卒のゴミはクビで、さっさと帰れよ。その時後輩が自分のヘルメットを脱いで地面に叩きつけた。田村さんが辞めるなら俺も辞めます。後輩がそう言うと他の社員たちも自分のヘルメットを地面に叩きつけていく。じゃあ俺も抜けます。俺も
こんな奴の下でやってられるか。社員のほとんどが声を上げるのを社長は驚いた様子で見ている。一方で俺はそんな周りの態度が嬉しくて口角が上がりそうになっていた。みんなが辞めたら本当に工事ができなくなりますね。トンネルが開通しなければ困る人はいっぱいいますよね。地元の人が完成を楽しみにしているのに誰が責任を取るんでしょうか。俺がそう言うと社長は顔を真っ青にさせた。ただでさえ業績が落ちているんだ。ここでさらに自分の考えなしの言葉でトンネル工事の中断の責任を負ったらどうなるかなんて火を見るより明らかだ。あんた社長向いてないよ。社長、お前をクビにする。俺がそう言うと他の社員から拍手が起こった。俺は社長だぞ。一番偉いんだから俺のことをクビになんてできるはずがないだろう。そんな周りの反応にも慌てながら社長は俺に食ってかかった。以前のように俺につかみかかろうとする仕草も見えたが、俺以外の全員に睨まれて拳を下ろしている。そんな社長とは正反対に俺は落ち着いてスマホを操作し、ある人物に電話をかけた。もしもし、親父？バカ社長がやってきたよ。そう言えば、その人物はすぐに来ると言ってきた。通話を終えて、俺は社長に向き直る。実は、俺の父親はトンネル工事の大元締め、うちの親会社の社長なんだ。俺はその社外取締役。あんたの無能さは業界内でも評判になってるよ。これからどうなるか見物だね。俺は精一杯悪い顔を作りにやりと笑ってみせた。実は隼人が社長を務める会社は前社長が他界する直前に俺の父親である立岡浩太が社長を務める立岡組の傘下に入っていた。父は母と離婚してから仕事に打ち込み会社をどんどん大きくしていった。今では建設会社ではトップクラスの規模を誇っているほどだ。俺と父が再会したのは俺が左遷されてすぐのことだった。もしかしてお前柊太か？え？覚えてないのも無理はないか。俺が離婚して家を出たのは柊太がまだ小さい時だったからな。まさか親父？先に気がついたのは父の方だった。正直俺は母や祖父母から父のことはよく聞かされておらず、最初は警戒してしまったものだ。しかし話をしていくと、一度の過ちで取り返しのつかない事態になってしまった。今でも後悔してる。それで未だに一人で生活してるんだ。本当に後悔しているようにそう言った。俺は少しだけ信用し、母が離婚して間もなく亡くなったことを伝えた。そんな、母さんが。母のことも知らされていなかったらしい父は大きなショックを受け涙を流していた。そんな姿に俺は父の言葉を信じることに決めた。せめて柊太には父としてできるだけのことをしたい。そしてその申し出を受けることにしたのだ。それから父とは少しずつ交流を重ね、今のような普通の親子関係に至った。祖父母は気の迷いとはいえ浮気をして母を追い詰めた父を今も許せないでいる。まあ当然だろう。それでも俺にとっては唯一の父親。柊太はもう大人なのだから私たちが交流を制限するべきではない。そう言ってくれた。父は離婚後、もう絶対に顔も見たくない、関わりたくないという母の強い希望から、俺の養育費を払ってこなかったことを気にしていた。それならさ、じいちゃんの治療費を少し助けてくれないかな。俺一人だとちょっときついんだ。そうお願いすると、
父は喜んで協力してくれている。その上で父は俺に対して他にもっとできることはないかと日々探している様子だ。離れていた分、今になって親バカ発動かそう思いながら、俺は自分がこのトンネルの現場に来た経緯を父に話した。そういえば確かに2代目になってから業績が落ちてるな。すると父は俺の会社が社長を交代してから業績を落としていることに気がついた。そこで俺は2代目社長である隼人の横暴で優秀な社員の退職を加速させていること、このままでは共倒れになってしまうことなどを相談させてもらった。社内でもう少し考えてみよう。そして父は調査を約束してくれたのだった。すまない、待たせた。いや気にしないで、急に呼んだのは俺だし、いつでも呼べと言ったのは私だ。立岡組の社長である父が急いだ様子で現れた。そして俺に声をかけ、俺も息子として普通に答える。本当に二人が親子なのか。そんな親しげに話す俺たちを見て、隼人も理解してくれたらしい。俺に笑みを見せていた父はスーッと表情をなくした。親会社としてあなたの愚行は見過ごせない。父は隼人に対しそう通告する。会社に監査を入れる。その監査の結果次第ではあなたは今の地位を追われるかもしれないね。父の鋭く冷たい視線が隼人を射抜いている。後ろで見ているだけでも十分怖い視線に隼人は体を震わせていた。それ以前にもう会社として立ち行かなくなるかもしれない。多くの従業員が辞めてしまっては仕事にならないからね。あなたの責任だよ野田社長。辞める奴が悪いんだ。辞めるのは個人の自由、会社に責任はない。誰かが辞めれば補充すればいいだけのことだ。必死に言い返そうとする隼人に父は嘲笑の笑みを向ける。それでは社員は育たない。社員にいい仕事をしてもらうためには会社として大事に守り育てなければいけないんだ。従業員がいなければ会社は立ち行かない。あなたは一人で従業員100人分の仕事ができるのか。無理だろう。それは社員はあなたの所有物ではない。それがわからないようなら社長は向いていないようだ。父からの冷たい言葉にその場にがっくりと座り込む隼人。そんな彼を助ける者は誰もいなかった。その後トンネル完成前に会社は倒産してしまった。従業員は同じ立岡組傘下の別会社に引き取られることになった。あの後輩だけはこれからも俺の補佐をしたいというので本社に入ることに。あの人何してるんですかね。さあな。隼人はいつの間にか社員の前に姿を現さなくなった。手続きはすべて代理人が行っているらしい。俺は試しにその代理人に隼人が今どうしているか尋ねてみた。今は体調が悪くて家から出られない状態なんです。高校卒業後から勤めていた会社がなくなってしまったことは俺にとって悲しいことだった。会社があった跡地を見て前社長や先輩方から教えてもらったさまざまなことを思い起こす。しかし会社がなくなったとしても思い出がすべてなくなるわけじゃない。その証に俺はしっかりと覚えている。これからは新天地で自分がもっと多くの後輩に伝えていく番だ。自分がしてもらったことをこれからもつないでいこう。そう心に誓った。これは余談なのだが、最後まで残っていた先輩から隼人が俺を目の敵にしていた理由を聞いた。どうやら自分から前社長の仕事をダサいと嫌悪して距離を取っていたのに、
俺が自分以上に前社長から褒められていたのが気に食わなかったらしい。前社長が何度も俺の話をしていたから、会社で見た時にすぐに話していた修太だと分かったようだ。つまり、嫉妬か？つぶやいて思わず苦笑する。そんな子供っぽい感情に俺は振り回されていたのか。なんとも複雑な感情を抱いてしまった。ハヤトも根っこから悪い人間ではないと思う。初めの頃、彼は真面目に仕事に向き合う姿が見られた。道さえ間違えなければ、後輩のように一緒に飯に行ったり、遊びに行ったりできる関係になれたかもしれない。まあ、そんなことを考えても仕方ないのだが。それからしばらくして、トンネルも完成して落ち着いた頃、俺は前社長の墓参りに訪れていた。遅くなってすいません。俺、あれから父親の会社に正式に入って、今は子会社の一つを任せられてるんです。俺は前社長に来れなかった間のことを報告する。確か前社長は奥さんを早くに亡くして、身内は隼人だけだったはず。命日とはいえ、誰も墓参りに訪れないのではと正直心配だった。しかし、そんな俺の心配は杞憂だったらしい。墓石はきれいに磨かれていて、花と前社長がいつも吸っていた銘柄のタバコが一本置かれていた。それを見て、一人息子の彼が来て置いていったのだろうかと俺は考えた。今、一人になって、隼人はどうしているのだろうか。誰からも助けられなかった隼人は、今までもこれからも一人で頑張らないといけない。父親である前社長の墓前で何を思っただろう。俺にそのことを知る術はない。それでも改心して、いつか酒の席で思い出話でもできればいいな。そんなことを思い、俺はその場を後にする。俺も今や部下を守る立場だ。調子に乗らず、精一杯できることをしていこう。そう前社長に誓い、俺は前に向かって歩き始めた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。君がいてもいなくても一緒だな。成果を上げられない社員なんて必要ない。君は今日限りでクビだ。それはあまりにも理不尽なクビ宣告だった。何十年も会社のために全力を注いできたつもりだけど、切り捨てられる時は想像以上に一瞬だった。しかしその一年後。頼む、戻ってきてくれ。何でもするから。電話口でそんな都合のいいことを言う元上司。その言葉にげんなりしながら僕は言った。月200万円用意できますか？僕の名前は青木慎吾。今年で35歳になる社会人。新卒でゲーム開発会社に入社して以来、かれこれ13年間在籍している。主要な目的では一度も休んだことがなく、これまで真面目に勤続を続けてきた。最高にできるやつってわけではないかもしれないけれど、まあまあ仕事のパフォーマンスはいい方な気がしていた。仕事は好きだし楽しい。自分の性にも合っていると思う。何より職業柄やりがいを感じるタイミングが多かった。社会に尽くしているというプライドが自負となって自分の中に存在しているのだと思う。その心意気がどんなにしんどい仕事でも僕をバリバリ働かせるように奮い立たせてくれていた。しかしアプリの世界というものは絶えず変化しているもの。配信がスタートした後、しばらくは順調なものでも月日が経つとだんだん売り上げが落ちてくることもざらにあった。
むしろそういった下降曲線を描くことが普通の世界だった。ではそんなアプリには明るい未来は待っていないのだろうか。売り上げが落ちたら最後、サービス終了を待つしかないのだろうか。答えはノー。そういうわけではない。アプリ開発業界にはテコ入れという修復作業が存在する。これによりアプリはリニューアルさせることが可能で、結果売り上げを V 字回復させることにつながるのだ。テコ入れ、これこそが僕の得意技だった。顧客の好みや購買行動を冷静に分析すること、その結果に合わせて大型アップデートを行うこと、自分で言うのもなんだが、僕は分析し改良することがとても得意だった。長い勤務の中で何度も何度も苦戦を繰り返した。それでも諦めず問題と向き合うことで多くのアプリの売り上げを回復させることに成功していた。こうしていつしか僕は再生の鬼と呼ばれるようになった。そもそもどうして僕がこの回復に尽力を尽くすようになったのかというと、それは会社の方針に理由があった。僕の会社は初期開発費の元さえ取ってしまえばそれでいいと考える会社だった。よほど売り上げが良くない限りサービスをサクッと終了にしてしまうのだ。つまり一つのアプリに愛情を持って長く育てるような会社ではなかったのだ。僕はそのやり方が嫌いだった。売り上げが伸び悩んでいるアプリにだって楽しんでくれているユーザーは必ずいる。その人たちがいる限りサービスを終了するなんてことは絶対にしたくなかったのだ。こうした考えが今の僕の仕事ぶりを構築した。一つ一つのゲームアプリの寿命を少しでも伸ばすために、いくつものアプリの売り上げの V 字回復に尽力してきたのだった。このアプリはまだサービス終了にしなくていいはずです。まだ持ち直せます。こうした自分の意見を上の者に対して忌憚なく述べることは日常茶飯。言うだけなら簡単なものだけど、言うからにはそれ相応のことができる自信が僕にはあった。そんなところをやる気があるとみなす上司は多かった。いつもよくしてくれている上司やお世話になっている先輩からは常に、さすが大きい、いつも頼りにしているぞと言われていたし、社内の偉い人から褒めてもらえることもしばしばだった。しかし逆に僕の仕事に対する姿勢を鬱陶しいとみなす上司がいたのも事実だった。実際同期の一人が飲みの場で、青木が邪魔だというのを聞いたらしい。詳しく話を聞いてみると、ある上司がどうにかして蹴落としてやりたいという旨の話をしていたというのだ。それを聞いた僕はなんだかやるせない気持ちになった。ただ会社に自分のできることを最大限還元したい、その一心で仕事に向き合っているだけなのに、どうしてそんな敵意を向けられるのだろう。落ち込んでいる僕を見て同期は、気にすんな、みんな青木の仕事の能力に嫉妬してるだけさ、僕らは青木がいてくれなきゃ困るよとの慰めの言葉をくれた。お世辞かもしれないけれど、自分を分かって評価してくれる仲間がいるのはとてもありがたいことだと実感した。こうした僕のことをよく思っていない人たちの中で群を抜いているのが専務だ。それは僕の目から見ても明らかなものだった。彼の言動からはどうにかして僕を会社から追い出したいという願望が随所随所で見て取れた。そしていつしか僕はこの専務から理不尽な叱責を受けるようになった。ある時、残業が多すぎるとの叱責を専務から受けた。そう言われたから仕方なく残業を減らしてみた。すると次は、残業しないからこんなに修復に時間がかかっているんだ、仕事が遅いんだよ、迷惑だ
と言われてしまった。またある時は部下の一人が辞めるということに対して、お前が部下の管理能力が低いからこんなことになるんだ、大事な戦力をどうしてくれるんだ、ったくお前が代わりに辞めろよと言われた。そもそもこの人たちは寿退社だったり、田舎の実家に戻るといった普通の理由での退社なのだ。僕がどうこうできるものではなかった。それにもかかわらず、何かと理由をつけてチクチクと嫌味を交えた叱責を繰り返された。嫌っている僕とは反対に、専務には可愛がっている部下がいる。課長の浅井だ。浅井は専務と出身大学が同じという理由だけで特に目をかけてもらっていた。浅井課長は僕より少し先に入社した先輩だ。明るくて仕事もそつなくこなす。しかし残念なことに、彼は専務と一緒になって何かにつけて嫌味を言ってくるようになった。お前は得意なこと以外は全然大したことないんだな。そんなんだから専務から見放されるんだよ。お前のためを思って言ってるんだぜ。このままじゃいつかクビにならないか心配だわ。クビになったらどうする？この時代クビなんてきついぞ絶対。浅井課長からは僕のためを思って言っていますよっていう体で、日々こうした嫌味を繰り返し言われていた。でもだからといってどうすることもできない。どんなに理不尽な言われようでも上司の言葉として受け入れるしかなかった。そんなある時のこと、我が社にとってとんでもない事態が発生した。経験の浅いリーダーが指揮を執っていたプロジェクトが失敗して、バグだらけのアプリをリリースしてしまったのだ。プレイをしていたら突然画面がフリーズしてしまったり、ストーリーの音声が出なかったり、バトルのポイントが正確に計算できていなかったり、文字化けだってそこら中で発生していた。こんなバグだらけのアプリは当然のごとくユーザー評価が最悪。クレームはもちろん、課金してくれるユーザーなんて全然いなかった。これはきついな。再生の鬼と言われるほど執念深くアプリの回復に努める僕から見ても、このアプリの状態は非常によろしくなかった。回復の見込みは立てられない。解決しなければならない問題が山積みだった。そう思っていた矢先、僕は専務に呼ばれた。青木、お前の唯一の得意分野を生かす時が来たぞ。と言いますと、嫌な予感がした。したり顔でこちらを向く専務の口角が嫌に上がっていた。あのバグまみれゲームアプリのテコ入れだ。お前にチームの責任者を命じる。待ってください、あのアプリは。文句あるのか？いつもの調子はどうした？テコ入れができなきゃお前の意味ないじゃん。しかし。頑張ってくれ再生の鬼くん。もはやこれは命令だった。専務の口調からは断れる余地なんてみじんも感じられなかった。あげく専務からは、このバグ修正を1ヶ月で完了させ、その上黒字にしろという無茶な要求までされた。そもそもこのアプリは僕とは関係のないプロジェクトだったはず。それなのに専務にとんでもない責任を押し付けられてしまったのだ。もう決定事項となってしまったテコ入れ。嫌だ嫌だと言ってられないので、僕は持ち前の分析力で改めてあのアプリを分析してみた。しかし困ったことに、見れば見るほど修正箇所の多さが目立つ仕様だった。これは単純な修正だけでは済まないはずだ。基本設計から見直す必要があるのかもしれない。そのためには1ヶ月という猶予はあまりにも短すぎる。僕はテコ入れを受け入れる代わりに納期について打診を行うことにした。ノックをした後、専務の部屋に足を踏み出す。いつもながら肌に合わない空気感がまとわっているのを感じた。専務、テコ入れの件ですが、基本設計から見直すことにします。そう、
いいんじゃない、よろしく。専務はだから何と言いたげな様子でこちらを向いていた。僕は意を決して言葉を続ける。そのためには日にちが足りません。黒字化まで半年の時間をください。うん、そんなに待てるわけないだろ。1ヶ月だ。1ヶ月で黒字だ。期待も虚しく、結局僕の要望は全く聞き入れてもらえず一蹴されただけだった。仕方なく1ヶ月で可能なところまで修復を進めることにした。平日の勤務時間外も土日も会社に泊まり込んで、僕と部下たちは懸命にバグの修正と戦った。一緒に土日を返上しながら必死に修正を行ってくれる部下を見ていたら、こんな無茶な要望をしてくる専務に心底腹が立った。同時に共に頑張ってくれている部下には申し訳なさでいっぱいだった。ごめんな、僕のせいでこんな苦労をかけて。いたたまれず一度謝ってみた。すると部下たちは、なんで青木さんが謝るんですか。そうですよ、悪いのはこんなバグばっかりでリリースしたチームとバカみたいな納期を設定した人ですと声を揃えて言ってくれた。迷惑をかけているのは事実なのに、一切責めてくることなく黙々と作業を進めてくれる部下たち。こんな言葉をかけてくれる彼らの存在は、専務からの嫌がらせを受ける僕にとっては本当にありがたいものだった。そしてついに約束の時、僕たちの血の滲むような勤務の末、派手なバグの修正はすべて完了した。これだけで一般的にはかなり異様なことだ。しかしできたのはそこまでだった。やはり要求に対しての時間があまりにも短すぎたのだ。結果としてこのアプリは黒字化まではとても手が回らなかった。専務に言いつけられた命令は半分達成できない状態で1ヶ月が終わってしまった。おい青木、アプリを黒字にさせられなかったことが明らかになると、当然専務は僕を呼び出した。専務の部屋に向かう足取りが重い。何を言われるか、どんな嫌味を言われるかを考えるだけでも胸が痛くなるようだった。青木、何なんだこのざまは。すみません、しかし。あのさ、しかしもクソもないんだよね、わかる？この世界、結果が全てじゃん。結果が伴わなきゃ意味ないだろ。そうだろ。椅子にふんぞり返りながら専務が言う。この日の叱責はいつもと少し違う印象を受けるものだった。専務の口調と表情からは怒りだけではなく、あざけりが感じられた。再生の鬼だなんて言われてるけどさ、結局できなかったな。言葉に詰まる。何も言えないでうつむく僕に対して専務は言葉を続けた。君がいてもいなくても一緒だな。さすがに今回の案件は無茶です。黒字までは半年の時間が必要だと言ったじゃないですか。与えられた時間内にクリアできなかった分際で文句なんかあるか。時間は有限なんだ、当たり前のことだろ。ですがさすがに。言い訳なら無用だ。そう言いながら専務が勢いよく立ち上がる。そして、お前はもうクビだ。突然の言葉に頭が真っ白になった。きつい叱責と嫌味には覚悟していたけれど、まさかクビを宣言されるなんて全く予想していないことだった。ちょっとどういうことですか。決まった成果を上げられない社員だぞ、会社には必要ないだろ。今日をもって青木慎吾君はクビです。もう来なくていいぞ。専務は勝ち誇った高らかとした顔をこちらに向けていた。この様子を見るに、この無茶な案件は専務が僕を追い出すために与えた
特別な任務だったのだろう。もういくら何を言っても聞き入れてもらえない。僕の首が覆ることはなかった。こうして僕は結局長年勤務を続けた会社をクビになった。入社以来勤続で一生懸命会社に尽くしてきたつもりだったのに、こんな宣告はあまりにも理不尽だと思った。けど正直、心のどこかにもうこんな会社で過ごすのは限界だと感じていた自分がいたのも事実だった。そう思っても悔しさが消えることはなかったが、もう何を言ってもダメなことが分かっていたから、反論するのもバカバカしくなってこの宣告を受け入れることにした。また一からやり直そう。自らに活を入れ、僕は転職、新たな一歩を踏み出すことにした。どこか清々しさを感じる新しいスタートだった。新しい会社に勤め始めてから1年が経とうとした頃、僕は仕事の内容にも慣れ、自分の得意分野を伸ばしながら順調な日々を過ごしていた。この日も定時で退勤した後、スーパーに寄って買い物をしてから家に帰った。仕事終わりのビールのお供に簡単なおつまみを作っている時、ふとスマホの画面が目に入った。何やらいつもと違う液晶画面。よく見てみると、昔の会社から鬼のような留守電やら着信履歴が入っていた。何なんだろう、今さら話すことなんてあるだろうか。連絡を取る気はなかった。でも大量の留守電が入ってるのを見て、一件だけ聞いてみてもいいかと思った。再生ボタンを押そうとした瞬間、あ、青木か。タイミングを同じくして再び着信があったようだ。運悪く僕は電話を取ってしまっていた。電話の相手は専務の腰巾着だった浅井からのものだった。お久しぶりです。青木、頼む、会社に戻ってきてくれ。は？会社が大変なんだ、頼む。話を聞くと、どうも浅井たちの会社では一旦アプリの売り上げが落ちてしまうと、それを回復させられる人がいないことが問題となっているらしい。いわゆるテコ入れができる技術者がいないのだ。作っては壊し、作っては壊し、相変わらずな会社のやり方で全体の業績も悪化の一途なのだという。戻る気はありません、そうお伝えください。そう浅井に伝えたところ、今度は専務が直々に電話口に出た。青木、もう聞くのも嫌な声。前の会社でこの人に言われた数々の叱責を思い出して気分が悪くなった。しかし電話口の専務はかつての嫌みったらしい口調ではなく、明らかに焦りをにじませていた。青木、無茶な理由でクビにした俺が悪かった。何でもするから戻ってきてくれ。理不尽に追い出しておいてどういうつもりだろう。散々僕がしてきたテコ入れに遅いだの意味がないだの文句をつけて、挙句クビにしたくせに、今さら戻ってこいなんて都合が良すぎる話ではないだろうか。なんなら戻ってきてくれたら前よりいいポストを用意してあげてもいいんだ。では月200万円で。は？月200万用意できますか。僕の言葉に電話口の専務は押し黙る。それ以上は何も言えなくなってしまった。実は僕が会社をクビになったことはあっという間に業界内で広まったのだ。再生の鬼という二つ名は業界内でそこそこ有名なものだったらしい。それがフリーになったということで、ありがたいことに競合各社が争奪戦を繰り広げてくれたのだった。実際クビになった僕のもとには何件ものスカウトが来た。その中でも一つ一つのアプリゲームを大事にするサンライズ社に就職を決めた。ここはアプリを簡単にサービス終了することなく長く育てることで有名な会社だった。僕はサンライズ社でも自分にできることを最大限発揮することを心がけた。
僕の価値観と合うこの会社、ここではこれまでよりも何倍もテコ入れに予算をかけられる環境が整っていた。それを生かすべく転職直後に張り切って指揮したプロジェクトでは驚異的な V 字回復を成し遂げることに成功。勢いそのまま1年の間に立て続けに3本のアプリの V 字回復を成し遂げることができた。こうした僕の功績はすぐに評価された。会社は僕の働きに見合う対価を出すと言って入社早々から役員待遇を提示したくらいだ。その結果が月給200万という大飛躍をもたらしたのだった。僕はこの会社では自分の考え方を認めてもらえるようですごく居心地が良かった。こちらも給料としてもらう分に相応した働きをしたくて、今までにも増して一層再生の鬼としての腕を磨くことに尽力した。平日は会社では開発の指揮を、土曜または日曜には全国を飛び回ってイベントに登場、時折雑誌などでインタビューを受けることもあった。内部から表舞台まで幅広くのびのびと働けることは僕の仕事人生においてかなりの経験値につながった。新しい体験を重ねられることに今まで以上の意欲と興奮を覚えずにはいられなかった。そんなこんなで僕の転職ライフは言葉では言い表せないくらい充実して忙しい日々の連続だった。充実した忙しさの中に幸せがあって、それをかみしめることで毎日満たされる心地だった。しかし時として意欲と気持ちだけでは乗り切れないことが起こるのが現実なのかもしれない。ある日の土曜日、日頃の忙しさで疲れが溜まっていたのだろうか、起きた時から体のだるさを感じていた。しかしこの日も例のごとく地方でアプリ開発に関するセミナーの講演会に呼ばれていたのだ。これは会社の宣伝にもなる大事な仕事だ。何より僕のセミナーを聞きに来てくれる人のためにも講演会に穴を開けるわけにはいかなかった。重たい体にカツを入れ、いざ講演会へ。壇に立ちトークを始めると少し気分がマシになるようだった。会場の9割ほどを学生が占める会場で、再生の鬼は開発したアプリを大事にする極意を説いて回った。それではこれにて講演会を終了いたします。お越しくださった青木慎吾さんに今一度拍手をお願いいたします。終了時刻を迎え、司会進行のフリーアナウンサーが観客に呼びかける。彼女の言葉により会場は大きな拍手に包まれた。その拍手を聞きながら壇から降りる。うん、よかった、無事なんとか乗り切れたぞ。退場しながら安堵感でいっぱいだった。その時安心して気が抜けたのか、急に強いめまいに襲われたのだ。なんとか舞台袖まで降りるとそのまま座り込んでしまった。気分が悪くて頭を抱えながら回復を待つ。頭がフラフラし、体中の血液がスーッと引いていくような感覚だった。すると、大丈夫ですか?と心配そうな様子で誰かに声をかけられた。その人は僕の体を支えながら優しく背中を撫でてくれていた。ありがとうございます。少し立ちくらみが。そう言いながら横目で確認すると、それはさっきまで一緒に舞台の上にいて司会進行をしてくれていたフリーアナウンサーだった。めちゃくちゃ美人だ。体調が悪いながらもそんなことが頭をよぎるくらい本当に綺麗な顔立ちをしていた。しかし不思議なことに僕はその顔に見覚えがあった。なぜだろう、知り合いか?そう思いながら端正な顔立ちをもう一度よーく見てみる。間近で見るとすぐに分かった。彼女は高校の同級生、しかも誰もが憧れる学校のマドンナ的存在の近藤真由美だった。講演中にも自己紹介は行われたはず。でも僕は演説内容のことで頭がいっぱいだったのと疲れが溜まっていたのも相まって
この瞬間まで全く気づかなかった。歩けますか？私の肩使ってください。近藤はそう言い、僕の体を支えながら楽屋まで連れて行った。楽屋に着いた後は、僕を椅子の上に座らせた後、急いでお水を買ってきて渡してくれた。幸い少し休むと体調はある程度回復したようだ。頭痛は少し残っているものの、めまいはなく、手先など体の感覚が戻ってきていた。ありがとうございました。助かりました。心配そうな表情でこちらを見ている近藤に声をかける。もう大丈夫ですか？はい、マシになりました。ありがとう、助かりました。僕の言葉を聞いて少し表情を緩めた彼女は、どういたしまして、でもあまり無理なさらないでくださいと言いながら微笑みを返してくれた。あどけなさを感じる表情からは学生時代を彷彿とさせられた。彼女の優しい言葉と気遣いにお礼を言い、その日は連絡先を交換して家に帰った。先日はお世話になりました。すごく助かりました。ぜひ一度お礼をさせてください。後日こうしたメッセージとともにメールを送り、近藤を食事に連れ出した。実は僕は高校時代、近藤に片思いしていた。しかし彼女は学校のマドンナ、高嶺の花すぎて声すらまともにかけれなかったのだ。十数年経ってからの再会でも、彼女からは圧倒的な美貌と品格を感じた。今でもかなり魅力的な女性だった。懐かしい。生徒会長元気にしてるかな？東京長いもんな。SNS じゃ元気な感じするけどね。たまにはまた集まりたいね。じゃあ司会はやっぱり近藤さんに決定だな。二人でのディナーはいい感じに進んだ。懐かしい思い出話に花を咲かせた後は、お互いの仕事の話になった。お互いそれぞれの部門のことは全くの初心者だけど、目新しい話に話題が尽きることはなかった。今日は本当にありがとう。久々に懐かしい気持ちになれて楽しかった。いやいや、こちらこそ。この前助けてくれたのもありがとう。嬉しかった。それに、ん？最後、口ごもってしまった僕に、彼女が不思議そうな顔を向ける。近藤さんとこうして会話できることが嬉しい。学生時代の僕が見たら、びっくりするはずだよ。もう、そんなことないって。確か高校の時はあんまり話してなかったけど、私は講演会の日、すぐに分かったよ。本当に？当たり前じゃん。まさか、マドンナ的存在の彼女が僕を覚えていてくれたなんて。あまりの嬉しさに舞い上がる心地だった。ところで、青木くんは私のこと気づいてた？クリッとした瞳で上目遣いをしながら、いたずらげに聞いてくる彼女。そのおどけた様子もすごく可愛くて、僕は当時の状況のことを素直に話すことにした。実は気づかなかったんだ。あの時は講演会の内容で頭がいっぱいでさ。やっぱりそんな気がしたよ。でも気づいてくれてありがとう。優しく笑いながら口元を拭う彼女を見ていると、おしゃれなイタリアンを予約してよかったと思った。明るくキラキラした店内で笑う彼女は本当に眩しく、誰よりも素敵だった。この日から僕たちはたびたび時間を作ってはデートを重ねた。身に余るほど光栄なことなのだが、好意を持っているのは僕だけでないのはすぐに分かった。一緒にいるとドキドキするのはもちろんなのだが、何より心地がいい。お互いの空気感が合っているのを感じた。そして何回目かのデートの後、夜景の綺麗な橋の上で僕は彼女に告白をした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。そう言いながら満面の笑みで手を握ってくれる彼女。
僕らはごく自然な流れで付き合うことになった。憧れだった人が彼女になって仕事も順調。そんな絶好調な僕とは反対に、元いた会社は経営赤字がどんどんひどくなっていたようだ。最終的には僕に連絡が来てから1年と経たずに倒産してしまった。会社に戻る気は全くなかったが、倒産を願っていたわけではない。特にあの過酷な要求を共に立ち向かってくれた若い技術者たちの現状を思うと胸が痛んだ。彼らのために僕にできることはないだろうか。そう思って元同期にそれとなく現状を聞いてみた。すると回答はことのほか意外なもので、元同期を含めてほとんどの技術者は三三五五別の会社に転職することに成功したのだと教えてくれた。しかし役職者や事務方は困っているようだ。なんといっても問題となるのは年齢。年のいっている役職者たちはなかなか次の転職先も見つからず困っているらしい。元同期曰く、転職先が見つからないのは専務も同じだという。しかも家で家事もせずにブラブラしていたところ、奥さんに熟年離婚を言い渡されてしまったそうだ。浅井は浅井でなんとか転職先が決まったそうだが、そこでは引き立ててくれる上司もおらず、馴染むのに苦労しているらしい。僕もさすがに元重役を相手にどうこうできる立場にないし、専務に至っては何かをしてあげる義理もない気がして手の差し伸べようがなかった。ただ僕にできることは、同期や部下、懸命に仕事に取り組んでいる人が嫌がらせのない職場でのびのびと働けることを祈るのみである。また僕の勤めるサンライズ社は変わらず順調な業績を続けていた。一つ一つのアプリを長く提供する姿勢がユーザーにも愛されているのだ。そして僕はというと、売上の下がり気味なアプリからアプリへと飛び回って、相変わらず回収作業に精を出していた。そして嬉しいことに、アプリ開発者からの感謝の声がしっかりと僕たちのチームに届くようになった。このチームの回収のおかげでまたアプリの寿命が伸びた。ユーザー様に楽しんでもらえる時間が伸びた。ありがとう。苦労して生んだアプリは我が子のようなものです。それをこんなに大切にしてもらえて感謝しかありません。こういった声を直にもらえることは何よりのモチベーションにつながった。自分の働きが会社を通して誰かのためになっている。そう実感できることがこの会社に転職してからすごく多くなった。僕の信念も間違っていないと言われているようで、素直に嬉しかった。彼女の近藤真由美とは今もうまくいっている。近々彼女の誕生日に合わせて席を入れるつもりだ。僕も日々忙しいが、彼女は仕事柄特に土日が忙しい。お互い多忙な身で休みを合わせるのも難しい現状だ。でも今は結婚して一緒に暮らすのが楽しみで仕方がない。結婚生活というのは一体どんなものだろうか。どんな楽しみと苦労が待っているのだろうか。僕の仕事は一つのアプリに対して真摯に向き合い、長く使えるようにすることだ。長く大切にすることは僕の得意分野だ。一つのアプリを愛するように、一人の人だけを長く愛し続けることにおいては誰よりも自信がある。愛する彼女を必ず幸せにしてみせる。彼女と一緒に歩んでいくこれからの人生が笑顔の絶えないものになりますように。でもそのためには数十年後、僕も仕事だけじゃなくてちゃんと家事もしなきゃいけないな。掃除も家事も奥さんをいたわる気持ちを忘れてはいけない。そこだけは西尾専務を反面教師にさせてもらおうと思ったりしている今日この頃なのであった。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。
それではお会計40万円です。バイトの後輩とキャバクラに入った俺たちに渡された請求書はまさかの40万円だった。明らかにぼったくりと分かった俺たちが支払いを拒否すると、私の彼氏ヤクザなんだけど呼んじゃうよと脅してきた。そして本当に現れたヤクザは、俺の後輩の姿を見るとその場で膝をついて何も言わなくなった。何をやってるの？と叫ぶ店員に、こいつ俺の部下なんだよねと後輩が言った後、その店員たちは地獄を見ることになるのだった。俺の名前は松本大輔。都内の大学に通う4年生だ。俺のこれまでの人生は平凡そのもので、特に目立ったこともせず、至って普通の生活を送ってきた。就活も無事に終わり、先日俺は内定の連絡をもらったところだ。卒論も順調に進んでおり、このままなら年明けにも仕上がることができると思う。うちのゼミの先生はそこまで厳格じゃないので助かった。俺は居酒屋でバイトをしていてもう4年になる。大学入学と同時に始めたバイトで、最初は車の免許を取るためのお金欲しさで始めたのだけれど、この店は店長も社員さんもみんなすごく人柄がいいのですごく居心地がいい。辞めるなんてこと一度も考えたことがないくらいに、この居酒屋のバイトが俺にはとても合っていた。気がつけば俺は4年間ずっとここで働き、後から入ってきたバイトの後輩たちもいいやつばかり。バイトメンバーの中で最年長となっていた俺は、いつの間にかバイトリーダー的な存在となっていた。俺はみんなからシフトの相談や仕事や私生活での悩みを聞いたりもしていたので、就活の面接でアピールポイントで言ったくらいにはみんなから慕われている自信があった。そのバイトメンバーの中でも、年齢が一つ下の三島蓮とは学部は違うものの同じ大学だったこともあり、俺たちは特に仲良くしていた。蓮はメガネをかけて黒髪という地味な見た目で、おっとりとしていて人懐っこいところもある可愛い後輩だ。学内で俺を見つけては、大輔さん見つけたと抱きついてくることもある。男にそんなことされても嬉しくないのだが、蓮が大して親しくないやつには、あ、どうも、みたいな態度をとっているところを見ると、どうやら俺に相当懐いてくれていることを実感する。そんな蓮だが、結構むちゃくちゃなシフトを入れたりするのだ。毎月の休み希望は特にないですで終わらすし、できれば週5でシフトに入りたいなとか言ってくる。週5ってそれはもう社会人じゃねえか。おい蓮、さすがに週5は無理だよ。他の子のシフトもあるし、せめて週4だ。でも僕全然働いて大丈夫な環境なんですよ。就活もないし、4年になったらもっとゴリゴリシフト入れようと思ってるんで、体慣らしとこうかなって。そうは言ってもだな。現在大学3年の蓮は実家の家業を継ぐことが決まっているらしく、4年生になっても就活をする予定がないそうだ。だからこそ無茶なシフトも対応ができるそうで、でも大輔さん内定決まっちゃったから、あと半年したらこのお店辞めちゃうんですよね。来年の今頃は確実に大輔さんがいないと思うと、今からすごくすごく寂しいです。と蓮は落ち込み始めた。蓮、今からは早すぎるだろう。大輔さん、留年しませんか？言うと思ったけど、絶対しないからな。なんか言葉にしたら、すごく実感してきました。寂しい。と、さらにしょんぼりする蓮に、俺が就職しても、
別に会えるだろう。またご飯食べに行ったり飲みに行こうぜ、と俺は蓮の肩を叩くのだった。大輔さん、内定の祝賀会しましょう。蓮がそう言ってきたのはある日のバイト帰りだった。え、いいのか。もちろんですよ、僕におごらせてください。というわけで3日後に蓮と飲みに行くことになった。蓮も俺も酒はよく飲むため、行きつけの居酒屋に行ってから、俺の友達がバーテンダー見習いをしているバーに行き、俺たちのバイト先の常連客がママをやっているスナックにも行った。ちなみに今回の会計は全て蓮が払ってくれた。僕、最近クレジットカードを作ったんで使いたいんですよ。それに誰かに初めておごるなら、いつもお世話になっている大輔さんって決めていたんで。蓮、お前はやっぱりいいやつで可愛いやつだな。俺は酔っ払った勢いもあり、蓮の頭を力の限りわしゃわしゃと撫でてやった。そろそろいい時間だし解散するか、なんて話しながら道を歩いていると、お兄さんたち、もしかして次の店探してます？と男性から声をかけられた。どうやらキャバクラの黒服の人みたいだ。今店が暇なんで、よかったら遊びに来てください。可愛い女の子揃ってますよ。お兄さんたち、うちの店初めてだろうから紹介サービスしますよ。3000円でどうですか？と黒服の男性は指を3本立てて言ってきた。いわゆる3ピースのポーズだなんて思いながら、3000円なら行くかと酔っ払ったノリもあり、俺と蓮はそのキャバクラ店に行くことにした。大輔さん、キャバクラって行ったことあります？俺はないな。行ってもさっきのママの店みたいなスナックかな。ちなみに蓮は？僕は、と蓮が言ったところで、黒服の人が、お兄さん、うちみたいな店初めてなんですか？じゃあぜひ楽しんで行ってくださいね、と笑いながら行ってきて、あっという間にその店に着いた。2名様ご案内です、と黒服さんが店の扉を開ける。案内された店は意外と狭く、店の中には店員なのだろうか、少し露出のあるドレスを着た女の子が2人しかいなかった。俺たち以外にお客さんの姿が見えない。席に案内された俺はキョロキョロとしてしまう。初めてのキャバクラで俺のテンションは上がっていて、おい蓮、あの子たち本当にあんなミニスカなドレスを着てるぞ。足綺麗だし、ドラマみたいだな、と蓮に耳打ちすると、大輔さん、テンション上がりすぎですよ、といつもの口調で言ってきた。そんな話をしていると、はじめまして、エリカです。レイナです。と二人の女の子がやってきた。おお、エリカちゃんもレイナちゃんも髪も巻いていて、メイクもバッチリしていて、とても可愛く、ドレスもよく似合っている。特にレイナちゃんの方が俺にとってドンピシャに可愛かった。細くてしかもとてもいい匂いがしている。これが女性ってやつか、となぜか感動してしまっている俺。ダメだ、最近彼女がいないから変に感動してしまう。鼻の下が伸びている自信があった。その様子を見たレンが、レイナちゃん、大輔さんがレイナちゃんをすごく気に入っているみたいだから接客してあげてほしいな、と言うと、本当ですか？喜んで、と本当にレイナちゃんが俺の横に座ってくれた。わあ、本当に可愛い、と感動が続いている俺はレイナちゃんとの時間を楽しんだ。レイナちゃんは話し上手でもあり、今が自分の人生の中で楽しい瞬間だと思った。二人で瓶ビール2本を注文し、レイナちゃんにお酌されながら話を楽しんでいると、黒服さんがスッと現れ、
お客様、延長はどうされますか？と声をかけてきた。あ、そういえばもう1時間ぐらいですね。大輔さん、本当にいい時間ですし、そろそろ帰りましょうか。え、もうそんな時間？スマホを見ると、確かにもうすぐ日付が変わるくらいの時間になっていた。そうだな。そろそろ帰らないといけないな。大輔さん、もう帰っちゃうんですか？と、レイナちゃんが俺の服を引っ張りながら、上目遣いで言ってきたのには、もう何時間でも延長します。もう朝まで。と、言いそうになったのをぐっとこらえた。これが噂に聞く小悪魔女子というやつか。なんて考えていたが、レンが、はいはい、大輔さん帰りましょう。じゃあお会計お願いします。と立ち上がったので、俺も泣く泣くレイナちゃんにさよならを言いながら立ち上がった。俺がいつかめちゃくちゃ金を稼げるようになったら、またレイナちゃんに会いに来よう。と思っていると、黒服さんが伝票を持ってきた。そして、それでは、お会計40万円です。と、ニコニコした笑顔で言ってきたのだ。40万？は？その金額を聞いて、俺たちは固まってしまった。え、待ってください。俺たち3000円って聞いたんですけど。シャンパンとかボトル入れたならまだしも、席のチャージ代とか、キャストの指名代とかあったとしても、それだけの金額にはならないでしょ？戸惑っている俺とは別に、レンは冷静にそう言った。まさかまさか、正規の値段ですよ。3000円はこのお店までの道案内の金額で、それ込みでこの金額です。まあ、初回サービスは本当ですよ。正規ならこの倍の金額はしてます。エリカもレイナもうちの店では人気ナンバーワンとツーですから、この二人が接客するとなるとそれなりの料金がかかりますしね。とりあえずこの値段のお支払いをお願いします。黒服さんは早口でそうまくしたて、口を挟む隙を与えてくれなかった。あまりのことに俺は頭の中が混乱していて、脳内の処理が追いつかない。え、これはどうしたらいいんだ。40万なんて大金、すぐには準備はできないけど、俺はレンの先輩だし、ここは俺が何とかしないと。と脳内の俺が言い返そうと気合を入れていると、ねえ、あんたたちさ、いいから早く払いなさいよ。と声が聞こえてきた。声の方を向くと、それはエリカちゃんだった。払わないならさ、私の彼氏呼んじゃうよ。私の彼氏ヤクザなんだけど。エリカちゃんが嫌な笑みを浮かべている。ヤクザ？そう、怒っても怒らなくても超怖い見た目してるヤクザなの。呼んでもいいの？呼ばれたくなかったらさっさと払いなよ。ヤクザを呼ばれ、あんなことやこんなことをされる想像をしてしまい、俺は震えてしまった。レン、ここは借金をしてでも払おう。と言った俺に、大輔さん、ステーステーと右手を上げて言ってくるレン。いや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 、なんでこんな冷静なんだ。命の危機だって言うのに。大輔さん、待てですよ。するとレンがエリカちゃんに向かって、エリカちゃん、こんな見るからにぼったくりな金額は僕たちは払わないから、どうぞヤクザでも何でも呼びなよ、と言った。へえ、お前なんてことを。俺が叫びながらレンに詰め寄ると、こいつはまた、大輔さん、まだステーステーと言ってきた。ステーステーしてられるか、とまた叫んでいると、多分レンの言葉にイラッとしたのだろう。エリカちゃんは舌打ちをしてすぐにどこかに電話をかけ出した。もしもし、りょうちゃん？うん、お願い、来てくれる？そしてそれだけ言うと電話を切り、あんたたち終わったわね、と嫌な笑顔をしながら言ってきた。エリカちゃんの言葉に俺は全身から血の気が引いていくのが分かった。
ああ、俺の人生終わった。内定ももらっていたのに、チキショー。やっぱり払えなかったら海にとか指に痛いこととか臓器をする系だよな。それじゃあお客様、椅子に座ってお待ちください、と黒服さんがいい笑顔で言ってきて、俺はひたすら絶望した気持ちで椅子に座り、頭を抱えたのだった。俺がレイナちゃんにうつつを抜かしてたからかって、あれ、よく見たらレイナちゃんいなくなってない？俺の欲でレンはというと、おもむろにタバコを取り出し、火をつけてゆっくりと吸い始めたのだった。それから10分もしないうちに、突然ものすごい音とともに乱雑に店の扉が開いた。あまりの大きい音に俺は多分その場で座ったまま飛び上がったと思う。おい、会計を踏み倒そうとしてるやつってどいつだ？ドスの効いた低く迫力のある声が響いて、俺はさらに冷や汗が止まらなくなる。現れた人は筋肉もりもりで黒スーツを着ており、エリカちゃんの言っていた通り、怒っても怒らなくても超怖い見た目をしていた。これはその辺にいるただの大学生の俺とレンは多分この人の片手だけで終わらせられると思う。いろいろと、りょうちゃん、こいつらよ、早くやっちゃって。エリカちゃんは意気揚々とその人を俺たちの目の前まで連れてきた。これはもうとりあえず殴られる覚悟を決めようと、俺はぎゅっと目をつむる。すると、え？と男の戸惑った声が聞こえた。それからも殴られたとか蹴られたとかいうわけでもなく、特に自分の身に何も起こらないので、俺はそろりと目を開けてみた。そこで俺は目の前の光景に目を見開くことになった。なんとエリカちゃんの彼氏のヤクザが俺たちの目の前で膝をついているのだ。はっ、ちょっとリョウちゃん、何してるのよ。エリカちゃんは彼氏さんの腕を掴んで立たせようとしているが、彼氏さんは微動だにしない。それどころか俺の横でタバコを吸っていたレンに向かって、バカ、お疲れ様です、あの、どうしてここに、と言い出した。え、バカ、レン、あれ、タバコ、と俺の脳内はまた思考を停止した。情報量がすごすぎる。あれ、え、っていうかまずレンってタバコ吸ってたか。レンは何も言わずに吸っていたタバコを近くにあった灰皿に押し付けて火を消すと、もう一本新しいタバコを取り出し口にくわえた。するとエリカちゃんの彼氏はすぐに着ていたスーツの胸ポケットからライターを取り出し、レンがくわえている新しいタバコに火をつけた。それはあまりに流れ作業というか、いつもやっていますからと言わんばかりの動きに、俺はびっくりしてしまった。りょうちゃん、そんなことしてないで早く、こいつらが金を払わないのよ、早く払わせてよ。エリカちゃんがそう言っても彼氏さんは顔を上げなかった。エリカちゃん、リョーマのこの状態見てもわからない？今度はレンがエリカちゃんのことを見てニヤッと笑った。それは冷たい目をしていて、俺もレンのこんな顔を見たことがない。エリカちゃんが言ってるリョーちゃんって俺の部下なんだよね、なあリョーマ。はい、若。え、リョーちゃんが部下ってことは。そうだよ、俺会場組の若頭なんだ。レンがタバコの火をふーっと吹き出す。灰色の煙が広がった。エリカ、この方は間違いなくうちの組の親父の息子さんで若頭だ。海上組とはこの地域に拠点があるいわゆる極道の組だ。
俺が小さい頃からこの地域一帯を仕切っているヤクザの家で、地元では有名だった。え、っていうことは、レンの言っている家業って、極道ってことか？嘘、あんたみたいに冴えない奴が、りょうちゃんの上司で、会場組の若頭？エリカちゃんは、あまりの衝撃に驚きすぎたのか、その場にペタンと座り込んだ。ちなみに、俺も驚きすぎて、全く声が出ていない。声の出し方を忘れてしまったかのように声が出ないのだ。じゃあ、詳しく話を聞かせてもらおうか。全部な。と、レンが言うと、観念したように、エリカちゃんと黒服さんがすべて話してくれた。どうやら、やはりこのキャバクラはあまり流行っておらず、売り上げが厳しかったらしい。そこで、エリカちゃんたち店員が客に対し、勝手に飲んでもいないシャンパンを伝票につけるなどして、その分の金額を水増しして請求していた。店側もそれを黙認していたので、さらに立ちが悪い。実際にそうすることによって、店の売り上げがあり、店を続けることができていたというのだ。俺たちのように払わないという客には、同じように、断ればヤクザの彼氏に来てもらうと言っていたらしい。そういえば大抵の客はビビってしまい払ってくれたそうだ。それでもごねるようなら本当にりょうちゃんを召喚し、客が金を払わないと泣きついて払うように言ってもらっていたとのことだった。それを聞いたレンは、はぁ、と大きなため息をついた。いろいろな感情がこもったため息だったような気がする。リョーマ、いや、リョーちゃん、お前、自分が利用されていただけだってことが分かってなかったのか？レンがエリカちゃんの彼氏、リョーちゃんに聞くと、彼は小さくなりながら話し出した。俺、まさか自分がぼったくりの取り立てに使われていたなんて、夢にも思っていませんでした。この店の店長は、俺の昔からの連れで、エリカもこの店で働いていましたし、用心棒の代わりになってくれって。で？実際、何度か呼ばれた時もあるんですけど、客が会計を踏み倒そうとしてるから助けてくれって言われて。で？今日もエリカから連絡があったから、それだと思って。それでこうやって来てるわけか。なあ、リョーマ。俺はいつも、堅気の方には迷惑かけるなって言ってるよな。はい。親父からも言われてるよな。はい。今回こうやって、俺たちがこんな目に遭ってなかったら、これからも、エリカちゃんたちは同じことをして、お前は利用されたままだったんだぞ。分かってんのか？はい。知り合ってから、これまで聞いたこともないレンの大声に、俺の方も震え上がった。よく見れば、エリカちゃんと黒服さんも震えている。りょうちゃんもさらに小さくなったように見えた。恋人や連れから言われたからって、それを鵜呑みにするんじゃねえ。ちゃんと自分で見極めろ。わかったか？はい。申し訳ございませんでした。りょうちゃんはさらに頭を床にこすりつけるようにレンに向かって土下座をした。しかしそれを見てレンは舌打ちをする。誰に謝ってんだ？謝る相手が違うだろうが。この中で一番迷惑をかけられてるのは誰だ？若のお連れの堅気の方です。ならまずは大輔さんに一番に謝れ。はい。大輔さん、すいませんでした。そう言ってりょうちゃんは、今度は俺に向かって土下座をしてきた。いやいや、ヤクザが一般人に土下座って。大丈夫ですから、頭を上げてください。あ、声が出るようになったな、と思ったけど、今はそんなことを言っている場合ではない。すると、ああ、バレたんなら仕方ないや。
と女性の声が聞こえた。もちろんこの中で女性といえばエリカちゃんだけなので、彼女の方を見ると完全に開き直っていた。バレずに今までうまくいってたのにな。お給料だってそこそこもらえてたのに。りょうちゃんはバカなんだから、私の言うこと聞いてればよかったのに。ふぅ、と今度はエリカちゃんがため息をついた。っていうかさ、りょうちゃんだってヤクザなのに、カタギに迷惑かけるなって、何いこちゃぶってんの。今さらでしょ。ぼったくりって分かってたら手伝わなかったよ、とりょうちゃんが悲しそうに言う。はあ、そうやって金は稼ぐもんでしょ。誰のおかげであんたが今いいスーツ着れてると思ってんの。私がそうやって稼いでるからでしょ。だいたい騙される方も悪いのよ。騙されて払う方が悪いに決まってんじゃん、と一気に言って、彼女は完全にふてくされてしまった。騙されて払う方が悪いって、さすがにそれは違うだろう。騙す方が悪いに決まってる。さすがの言葉に俺も何か言ってやろうと思った時、お前それ本気で言ってんのか、とそれまで黙っていた蓮が口を開いた。りょうちゃん、お前の彼女はちょっと勉強が必要だな。はい。な、何よ。確かに俺たちはヤクザだけどな、カタギの人にこんな耳っちいことはしないんだよ。まあ百歩譲って騙される方も危機感がないのかもしれないが、騙す方がもっと悪いに決まってるだろ。おい龍馬、お前の彼女うちに連れて行け。ついでにお前の連れっていう黒服のあいつもだ。はい。え、ちょっと何するの。さっきの勢いがどこに行ったような、エリカちゃんが後ずさりをして、黒服さんは観念したのか、その場から動かなかった。あ、その前に今日の会計を払いたいから正規の値段の伝票をくれ。言っとくけど正規の値段だからな。はい。黒服さんが慌てて蓮に伝票を渡す。へえ、こんな金額でいいのか。どこが40万なんだよ。申し訳ございません。蓮は財布からお金を出す。大輔さん、組の者が迷惑をかけて本当にすいません。ここも俺がおごらせてくださいね。そう俺に向かってウインクしてきた蓮は、俺の知るいつもの蓮だった。あれから亮ちゃんによってエリカちゃんと黒服さんはどこかに連れて行かれ、俺も蓮と店を出た。店を出てすぐ、大輔さん本当にすいませんでした、と蓮が言ってきた。え、それはどれについての謝罪だよ、と俺がわざとおどけて聞くと、蓮は全部ですかね、とつられたように笑った。今日は本当に俺の部下とその彼女と連れが本当にご迷惑をかけたというか、まあ一番は家業のことを黙っていたことなんですけど。少し気まずそうに言う蓮に、俺はまあ確かにびっくりを通り越してどういう感情を言えばいいかわからないくらい混乱はしたけど、と言った。でもヤクザの組長の息子でも蓮は蓮だろ。それに今日はそのおかげで助かったわけだし、むしろ助けてくれてありがとうって感じだよ。大輔さん、ありがとうございます。そういうところ本当に大好きです。そう言って抱きつこうとしてきたので、俺はそれを避ける。いや、そういうのはいいわ。でもなんで家のこと内緒にしてたんだ。逆に聞きますけど、俺がヤクザの組長の息子って知って、大輔さんは普通に仲良くしてくれましたか。無理だな。俺は即答した。そういうことですよ。だから家のことは内緒にしてたんです。そうやって笑いながら話す蓮には店での迫力はなくて、いつものおっとりした蓮だった。それに
家の仕事については世間的にあまり歓迎されていないことも知っているから内緒にしてたっていうのもあるんです。でも僕は親父のことも好きだし組員のみんなも大好きだから、それに堅気の人には迷惑をかけないとか筋の通した生き方も尊敬しているので、俺が家業を継ぐことは何も抵抗がないんですよ。へえ、そういえばお前って若頭だっけ？あんな時にあれだけ冷静だったのはそういうことだったんだな。はい、この辺の店の子でヤクザの彼氏って言ってすぐに来てくれるってうちの組のやつしかいないですしね。それに説教してやるくらいの気持ちでした。強いな、なんというか肝の座り方が全然違う。でもやっぱりいつもとあまりにも雰囲気が違いすぎて俺がびっくりしたわ。さすがにいつもの俺で行くのは無理がありますからね。ちゃんと若頭モードになってたでしょ。そこはちゃんとしてますよ。蓮はドヤ顔でそう言う。若頭モードって、僕としては大輔さんの百面相の方が面白かったですよ。あと涼ちゃんが入ってきた瞬間椅子の上で飛び上がっていたのも、俺は涼ちゃんとかあんな場面に耐性がないから当たり前だろ。そうやって言い合い笑いながら俺たちは帰路に着いたのだった。蓮という後輩のあまりに知らなすぎた一面を知れて、なんとなく嬉しい気持ちになったのも事実だ。もうあんなことは勘弁だけどな。で、りょうちゃんはどうなったんだ？りょうちゃんにはそれなりの処分を受けてもらうことにしました。親父と話し合っていろいろと。いろいろと。はい、いろいろと。多分知らない方が大輔さんが平和に暮らせます。あの店の騒動から約1週間後、俺は変わらず大学へ行き、卒論にバイトに明け暮れる日々。それは蓮も変わらないようで、いつもと変わらず同じような生活をしているようだった。家業があるならなんで大学に？と思って聞いてみたら、インテリヤクザを目指してるんで、だそうだ。今日はたまたま蓮とシフトが被ったので、りょうちゃんたちのその後を聞いてみた。まずりょうちゃんは知らなかったとはいえ、ぼったくり行為に加担していた事実は変わらないので、組内でそれなりの処分を行ったらしい。まさかとは思うけど、漫画でよく見るような遺体系とか海にとかじゃないよね。恐る恐る聞いた俺に、蓮はにっこりと笑うだけだった。怖ー。あれからエリカちゃんと黒服さんの二人は今会場組に住み込みでいろいろとお勉強をやらされているそうだ。ついでにエリカちゃんとりょうちゃんは破局したらしいし、あのキャバクラ店は閉店して売り物件になっているようだった。あの店が売れたらそれを慰謝料として大輔さんに渡す予定なんで受け取ってくださいね。え？慰謝料というか迷惑料というか、堅気の人を巻き込んでしまったので筋を通すためにも大輔さんにぜひ受け取ってほしいんですよ。りょうちゃんもそう言ってますし。いらない。それでなんか逆恨みとか怖いから気持ちだけで。ダメです。これはうちの組の者が迷惑をかけたので俺たちのけじめみたいなものですから。蓮から絶対に受け取れよという強い無言の圧が見えるが、ここは華麗にスルー方向で進めよう。まああの物件もいつ売れるか分かんないんですけどね、と突然へらっと笑う蓮の姿を見て、これが世間的に言うギャップ萌えというやつなのかもしれないと思うのだった。こいつは男だから俺は全然燃えないのだけど。それからあっという間に月日は流れ、俺は無事に卒業論文も完成し、いよいよ大学を卒業するだけとなった。バイト先での送別会もみんなが開いてくれて、
俺も泣いてしまう中、レンだけ大号泣していた。俺以上に泣いていて、ちょっと引いてしまったのは内緒だ。大輔さん、絶対絶対また会いましょうね。住んでいる場所も近いんだからすぐ会えるだろう。連絡もするし、また飲みに行こうぜ。社会人になってからは本当に忙しく、学生時代との生活の差を痛感しながら日々働いていた。その忙しさの合間に俺は連と連絡を取り、定期的に飲みに行っていて、それは1年後。連も大学を卒業し、家業の仕事を本格的に始めてからも続いている。なんと今日の飲み会にはりょうちゃんもついてきていた。あ、りょうちゃん。大輔てめえ、りょうちゃんって言うなって言ってんだろ。りょうちゃんはあの騒動の後、きちんと本人が謝りに来てくれて、それから俺たちは友達として接する仲になっていた。そしてりょうちゃんは今若頭補佐として仕事をしているらしい。つまり蓮の補佐をしているのだ。大卒のインテリヤクザとなった蓮も毎日家業を頑張っているみたいだ。大輔さんとのこの飲み会が俺にとって一番気が抜けて楽しい時間ですよ、と楽しそうに言う蓮を見て、俺もだよ、と言った。それからも俺たちの交流はずっと続いていくのだった。仲がいい相手の意外な一面を知ることはたまにあると思う。それを知った時、自分の中で受け入れることができるかどうかが今後の付き合い方に影響するなと実感した出来事だった。俺にとって蓮は蓮だからと受け入れて、こうやって交流が続いて楽しい時間を過ごしている。ただそこで離れていった人もいたのだろう。以前に蓮が実家のことを黙っていたこともそれが原因だ。蓮はいいやつなのに、それだけで離れてしまうのはとてももったいないことだと思う。りょうちゃんだってそうだ。交流してから知る一面がたくさんある。一つのことだけで判断せずに、その人のあらゆることを知ってから判断してほしいと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。中卒の姉と絶縁しないのであれば、私は彼を認めず、娘とは即離婚させます。おめでたいはずの結婚式で、新婦の父親からのまさかのスピーチに会場がざわつく。確かに私は中卒だ。しかし、事情があっての中卒だし、その分弟が私の夢を叶えてくれたので、何の不満もない。中卒の何が悪いのよ。さらに、自分と同じ個人の年収が5億円なら100歩譲って認めてやる、と豪語する義父に、ついに弟が激高して、姉を侮辱するな。それにあなたが年収5億円なんて嘘ですよね。それから弟の結婚式はとんでもないことになるのだった。私の名前は立川真美、30歳の社会人だ。私には優秀な弟がいるのだが、私たちの両親はすでにいない。実の父親はギャンブルと浮気癖がひどく、ほとんど顔を合わせた記憶がない。小さい頃の思い出は、帰ってこない父親に対して母がいつも泣く姿。母は必死の思いで働き、私と弟を育ててくれた。しかし私が中学1年生になる頃に母親が過労で倒れてしまい、働くこと自体が難しくなってしまった。自治体からの助成金などはあったけれど、母の治療費を含めて私たち三人の生活を支えるのは難しく、かといって当時中学1年生の私が働き口を見つけるのも難しくて、私たちは貧乏生活となってしまった。生活自体が厳しく、
ひもじい思いもしていないといえば嘘になる生活だったけれど、母と弟との生活は私にとっては楽しいものだった。お母さん、前から言ってたけど今日は遅くなるからね。9時くらいになっちゃうかも。みんなで打ち上げだったわね。昨日は私の中学の卒業式だった。そして今日はクラスメイト全員で打ち上げをする予定だった。高校で離れる子も多く、私たちにとっては中学生活での最後の集まりだ。はい、最後だからみんなで楽しんできてね。お母さんは財布から5000円も渡してくれた。こんなにいいの？いつも頑張ってくれてるから、そのご褒美。お母さんがにこりと笑う。ありがとう、行ってきます。私は待ち合わせ場所まで走っていき、みんなと合流して、打ち上げはとても盛り上がって、本当に楽しい時間を過ごした。楽しい気分のまま、家に帰ると、母が倒れていた。当時小学生だった弟もその日は家にいたのだけど、どうやら弟が寝ている間に母は倒れてしまったらしく、それに気づかなかったらしい。慌てて救急車を呼び、病院へと運んでもらったが、母は意識が戻らず、そのまま帰らぬ人となってしまった。父は蒸発して行方不明、母の両親は早くに亡くなっており、身寄りがなかった。施設に入ることも考えたけれど、母との思い出が詰まったこの家から離れるのは、私も弟も嫌で散々悩んだ結果、私は合格していた高校を辞退して、中卒で働くことを決めた。高校の学費も払えるような経済力がなかったのも理由の一つだ。ただ、就活の時期も終わっていたので、正社員として雇ってもらえる会社などはなく、たまたま近所の喫茶店がアルバイトの募集をしていたので、そこで働くことにした。時給はいいとは言えなかったけれど、喫茶店のマスターも含めて、常連さんもいい人たちで、居心地がとても良かった。マスターたちは弟の件も可愛がってくれ、食事も助けてくれることが多かった。常連さんの中でも、横井さんという男性は、私たち兄弟を気にかけてくれて、何かと声をかけてくれた。横井さんはとある会社の社長という立場らしく、会社での出来事を面白おかしく話してくれた。そんな生活を過ごしていると、あっという間に2年が過ぎ、弟は中学生になった。中学生となった件は頼もしくなっていて、これから部活に入ったらお金もかかってくる。私も学歴は中卒だけど、探せばきっと正社員の仕事もあるはずだ。そう考えて、そろそろ正社員の仕事を探そうと、仕事の休憩時間に求人サイトを眺めていると、お客さんとして来ていた横井さんが、マミちゃん、実は今度、僕は新しく会社を始めようと思っていてね。よかったらそこで正社員として働かない？今の仕事とは全くの畑違いだけど。マミちゃんは若いから、きっとすぐに仕事を覚えることができるよ。と、横井さんは笑った。正社員でいいんですか？私中卒ですけど。という私に。もちろんだよ。と力強く言ってくれた。横井さんの会社での仕事は事務で、私は必死に仕事を覚えていった。中卒ということもあって、私の給料はここでもそこまで高いわけではなかった。それでも兄弟で生活はなんとかやってこれた。ケンは部活に入らず帰宅部だったけれど、その分勉強をとても頑張っていて、高校も成績上位で入学し、授業料免除となった。その成績をキープし続け、地元の国立大学にも成績優秀で入学。奨学金は成績のおかげで、無利子のものを借りられることになった。せめて弟には、立派な学歴を持ってほしい、という私の夢は、弟が頑張ったおかげで見事達成したのだ。そんな弟が大学卒業と同時に家を出て行き、5年の月日が経った。私が弟に立派な学歴を持ってほしいと思うのと一緒で、ケンは、
早く立派な大人になって、姉ちゃんを楽にさせたい。と思っていたらしい。優秀な弟は卒業間近に会社を起業しており、実は今社長となっていた。会社はすぐに軌道に乗り、奨学金もあっという間に返済してしまった。姉ちゃん、お母さんがいなくなってからずっと働いてくれてたからさ、いっつも心配だったんだ。私は私の夢を叶えてくれた件にとても感謝をしている。私がいつも通り仕事をこなしていると、スマホに着信があった。相手はケンだ。久しぶりね。どうしたの？うん。実は、俺、結婚を考えているんだ。本当？相手はとても優しくていい子で、四つ星グループの社長令嬢なんだ。四つ星グループって、めちゃくちゃ大手じゃない。すごいわね。四つ星グループは国内でも有数の大企業で、あらゆる分野に手を出している会社だ。子会社も含めたら従業員の数は数千人を誇る。相手はそのグループの社長令嬢の夏子さんというらしい。でも、四つ星グループの社長って最近、ふとそう思っていると、夏子も姉ちゃんにもぜひ挨拶をしたいって言ってるし、両家の顔合わせもしたいと思うんだけど、予定はどう？出張が続いたりするから、すぐには返事できないかも。結婚式はするの？うん、それが来月にする予定なんだ。来月？また急ね。結婚式会場のキャンセル枠にねじ込んだからさ、急遽って感じなんだけど。いくらなんでも急遽すぎる。本当にねじ込んだのね。でもそうなったら悪いけど、もしかしたら結婚式当日まで会えないかも。その時は仕方ないと思う。でも夏子もすごくいい子だし、姉ちゃんもきっと気に入ると思うんだ。ケンの選んだ相手なら文句なんてないわよ。大事な弟が選んだ大切な相手だ。よほどの相手でない限り、私は口出しをする予定はないし、嫁いびりをする予定もない。とりあえず、招待状は送るから。うん、よろしくね。それから約1ヶ月の間、私と弟は本当に会うことができなかった。お互いに多忙ですれ違いばかりで、結局弟の結婚式当日を迎えてしまった。この日ばかりは休みを取り、私は結婚式の会場に来ていた。聞けば、ここも四つ星グループが経営する結婚式場らしい。ケン、久しぶりね。親族控え室を覗くと、そこにはタキシード姿の弟が。姉ちゃん、来てくれてありがとう。弟の結婚式だからね。来るのは当たり前よ。ケンとは数ヶ月ぶりに顔を合わせるけれど、なんとなく凛々しく頼もしく見える。やっぱり結婚するって気持ちが顔つきも変えるのかな。そして横には小柄な女性がいて、綺麗なウェディングドレスを着ている。ケンのお姉さんですか？はじめまして、四谷夏子と言います。はじめまして、立川真美と言います。挨拶も顔合わせもできなくてごめんなさい。こちらこそ、ご挨拶が遅れてしまって申し訳ございません。お姉さんは多忙だと聞いてましたから、予定が合わなくて当然です。急な話でしたし。申し訳なさそうに頭を下げて言う夏子さんに、私は、そんな、謝らないで、と続ける。私たちが謝り合戦をしていると、ケンがスタッフに呼ばれた。どうやら確認したいことがあるらしい。ケンが控え室から出ていくとほぼすれ違いで、夏子、来たぞ。と、恰幅のいい男性が部屋に入ってきた。お父さん。夏子さんがそう言ったのを聞いて、この男性が夏子さんの父親だと知る。つまり四つ星グループのトップ、四谷社長だ。初めて顔を合わせるのだし、私から挨拶をしないと、と思い、私は四谷社長のもとに駆け寄る。はじめまして、ケンの姉の立川真美と言います。この度はご挨拶が遅れて申し訳ございません。
すると社長は私を一別すると、そのまま歩いて夏子さんの元に行ってしまい、夏子、綺麗だな、と話しかけていた。え、今、無視された?驚いて顔を上げると、社長は夏子さんや他の親族とにこやかに話している。あの。その後、私が何度話しかけても、よつや社長は私の存在を認識しないのか、あからさまに無視をされ続けた。ふと夏子さんと目が合うと、彼女はなんとなく申し訳なさそうな顔をしていた。ケンと夏子さんは大学の同級生として出会い、私たちには両親がおらず、夏子さんには母がいないという似たような境遇で、二人は意気投合したこともあり、付き合うようになったそうだ。そういう出会いだったんだ、と思いながらスライドを眺めている。披露宴は進み、二人の馴れ初めの動画を見ている。料理は美味しいし、やはり四つ星グループの礼状の結婚式ということもあり、来賓客は豪華な顔ぶればかり。ケン自身も大学の時に起業した会社が、現在ではそこそこの規模になっていることもあり、そちらの来賓の方も豪華な顔ぶれだ。言うなれば社長ばかりである。ここまで社長が集まるのも珍しいことだろう。今日ここに来れなかった方々からの祝辞を司会の女性が次々と読み上げている。あの司会の人もどこかのアナウンサーじゃなかったっけ?と式の様子を眺めていると。それでは、新婦夏子様のお父様であります。四谷冬彦様からのスピーチでございます。お願いいたします。司会の人がそう言うと、お父さんにスポットライトが当たる。そのまま高砂の近くにあるマイクの元に歩いていく。皆様、この度は娘の結婚式に出席いただきありがとうございます。このような地位のある方々にお集まりいただき、とても光栄です。しかし、そこで社長は私の方をちらりと見てきた。この場所にはふさわしくない存在がいるようです。私のこと?ご存知のように、私は四つ星グループの社長です。個人の年収でも5億円はあります。この場の皆様もきっと同じくらいの年収でしょう。ですが、この会場の中には中卒の女がいるのです。百歩譲って、中卒でも年収が私と同じくらいなら、我が一族にはふさわしいのですが、残念ながら彼女の年収は5億に及びません。確かに私の年収が5億円なんてとても無理な話だけど、これは私のことを言ってる?このスピーチにどうしたらいいのかわからずに私は戸惑ってしまう。そのような姉がいるケン君も本来はふさわしくないのですが、彼は現在社長をしており、彼の会社は業界で急成長中です。年収5億円も夢ではないので、彼は認めましょう。しかし、私は彼の姉である立川真美という女は、どうしても受け入れられません。私の名前まで言ってきた。なので、ケン君がこの中卒の姉と絶縁すると言うなら、私も心の底からこの結婚を認めようと思います。絶縁しないのであれば、私は彼を認めず、娘とは即離婚させます。この言葉に会場はざわつき始める。まさか、結婚式でのスピーチで離婚の話が出てくるなんて予想にもしていなかった。社長がこれを平然と言い切ったことがとても恐ろしい。これを今、ここで言うこと?心からドン引きしていると、ここでバンッと誰かが机を叩いた。音の方を見ると、それはケンだった。弟は怖い顔をしながらそのまま高砂を降りて、四谷社長からマイクを奪った。社長、お言葉ですが、俺は姉と縁を切るつもりは一切ありません。そうか、ならばこの結婚は破談ということになるな。あんな中卒の姉がいては、うちの一族の品位が下がる。あなたこそ、先ほどのスピーチで品位が下がったと思いますが。なんだと?それに、姉の職業をご存知ですか?姉は現在、
我が社で部長として働いています。今、我が社が急成長しているのも姉のおかげでもあるんです。私は横井さんの会社で事務として入社し、その後マーケティングに興味を持った私は、マーケティング部門に異動願いを出し、そこでスキルを磨いた。その後、県から、うちで働かないか?と言われて、弟が大学の頃に起業した、マーケティング会社で働くことになった。マーケティングに特化している我が社では、企業から依頼を受けて、商品やサービスに対するサポートを行っている。依頼があれば顧客満足度も調査するし、市場調査をしたりもする。ありがたいことに実績を積んだ今では、あらゆる企業から依頼があり、私は部長として全国を駆けずり回っている。言っておきますが、御社から依頼があった時も、すべて姉が対応していました。姉のおかげで我が社は創業時より発展できたんです。ここまで頑張って協力してくれた姉と縁を切るなんてありえない。ケンのその言葉に、私は思わず泣きそうになった。姉は自分が高校に行くのを我慢してまで、俺を大学まで行かせてくれたんです。そんな姉に、俺は心の底から感謝しています。姉を侮辱するような人と親族になるなんて、こっちから願い下げだ。キーンとマイクがハウリングするくらいのケンの大声が会場に響いた。私もそこですっと立ち上がり、社長と弟の元まで歩いていった。ケンからマイクを取る。新郎の立川ケンの姉、立川真美と申します。よちや社長。なんだ?御社のマーケティング部門との取引は中止させてもらいます。なんだと?中卒なんて認めないのでしょ?だったら構いませんよね。私は中卒ですので、今後御社と有益な取引ができるかわかりませんので。ふんと失礼な態度を取った自覚はあるが、もうお互い様だろうと思った。実は四つ星グループのマーケティング部門からも仕事の依頼を受けており、近々仕事をする予定だった。グループの社長ともなれば、マーケティング部門がどこに仕事を依頼するかなんてきっと知らなかったのだろう。言いたいことは言ったので、私はケンにマイクを返す。そこでケンがまたマイクを持ち直した。それに吉田社長、個人年収が5億円なんて嘘ですよね。だってあなたは。ケン!ケンが続けて言う前に、夏子さんが大声でストップをかけた。あなたは、って何を言おうとしたんだろう。ケン、ここではこれ以上は。そこでケンは一息ついた。この話はここではふさわしくないので、やめておきます。そのままマイクをその場に叩きつけると、弟は大股で会場から出て行ってしまった。夏子さんもその後追いかけて行ってしまい、さすがに気まずくなったのか、四谷社長もその場から出て行ってしまった。メインもいなくなってしまった結婚式は、もちろん続けることなんてできず、ケンとナスコさんの結婚式はそのまま中止となってしまったのだった。ケンたちの結婚式であれだけのスピーチをした吉田社長のことは瞬く間に悪い意味で広がり、社長はあらゆる会社の社長たちからはソース感を食らい、中には四つ星グループとの取引を考え直す企業まで出てきているようだ。私はあれからも普通に仕事をしているのだけど、どうやらあのスピーチの内容が広まったみたいで、仕事で訪れた企業の方々が、妙に私に対して優しくしてくれる人が増えた気がする。地獄のような弟の結婚式から数日後、私はケンの自宅を訪れていた。言うなれば、ケンたちの結婚が反対されたのは、私の学歴が理由だ。それに謝りたい気持ちと、あの場で社長に対して言ってしまったこと。そして私が知っている四谷社長の噂と四つ星グループの噂について弟に伝えたいことがあったから。ちなみに二人はまだ離婚はしていないらしい。あれから弟は四谷社長の顔も見たくないと連絡が来ても拒んでいるそうだ。私の学歴のせいで迷惑かけてごめんね。
何言ってんだよ。姉ちゃんは全然悪くないだろ。明らかに悪いのは四谷社長だよ。ケンはまだ怒っているようだ。いろいろと話をしていると、インターホンが鳴り響いた。そのまま家に入ってきたのは夏子さんだった。マミさん、先日は本当にすみませんでした。夏子さんが部屋に入った瞬間に、土下座する勢いで頭を下げてきた。夏子さん、頭を上げて。私は特に気にしてないから。でも、父にあんなスピーチをさせたのは私ですから。え？とりあえず、夏子さんの話を聞かせてもらうことにした。うちの会社は、もともとは母方の祖父が作った会社でした。父は入り婿という立場で、四つ星グループをあそこまで大きくしたんです。もともとはそんなに大きい会社ではなかった四つ星社という会社を、グループ会社にまで成長させたのは、夏子さんのお父さんである四谷社長だという。純粋にすごい経営手腕だ。父はもともと大卒以外は認めないっていう歪んだ考えの持ち主なんです。私の結婚話が出た時も真っ先に相手の学歴を聞いてくるくらいでしたから。うわぁ。ケンは大卒だったので認めてくれたのですが、ケンのことを話していくうちにマミさんというお姉さんがいること、ケンのために中学卒業してからずっと働いていたことを話したんです。それを、中卒が親族になるなんて許さないって激怒してきて。夏子さんはその時のことを思い出したのか、とても疲れた声色になった。私はケンとの結婚を諦めたくなかったので、ケンは大卒だし、お姉さんはその人を支えてくれた大切な人だと、父を何とか説得して認めてもらったんです。まさか、結婚式の場であんなスピーチをするとは、私も予想外だったんですけど、本当に申し訳ございませんでした。と、夏子さんはまた謝ってくれたのだった。彼女のこの気持ちは素直に受け取ろうと思う。悪いのは四谷社長だしね。しかし、結婚までの顔合わせがなかったから、あの場で言ったのかもしれないけど、もし顔合わせがあったら、その場で私は相当社長から罵られていた可能性があったということだ。それはそれで恐ろしかったな、と身震いしてしまった。私はケンと夏子さんに向き直る。それより、私も気になることがあるから教えてほしいことがあるんだけど、ケンはあの時何を言おうとしていたの？私はあの結婚式で、四谷社長にケンが何か言おうとしたところを、夏子さんが大声で止めていたことを覚えていた。ケンは真剣な顔をして、夏子さんと顔を見合わせた。マミさんは、うちの会社の噂はご存知ですか？あくまで噂だけど、四つ星グループの株価が落ちていて、社長の指示で脱税をしているとか。私はとある会社の依頼で、マーケティングの一環として市場調査をしている際に、四谷社長が脱税をするように指示しているという噂を聞いてしまった。その通りです。実は父の脱税の証拠も持っています。本当にしてたの？はい。最近、グループ全体の業績があまり良くなくて。でもうちが潰れると、グループ全体が崩壊してしまいます。そうしたら、今働いてくれている従業員全員と、その家族を路頭に迷わすことになってしまうんです。俺も夏子から相談を受けて、四つ星グループの本社を調べていたんだ。そうしたら脱税していることが分かってさ。あの時の社長の個人年収5億なんていうのはただの見栄で、実はそんなにもないんだよ。脱税の噂は本当だったんだ。私、父を説得しようと思っているんです。夏子さんが突然言った。脱税なんかやめてほしいって、このままでは父がいつか取り返しのつかないことをしてしまうのではないかって心配で。夏子さん、母を亡くしてから私をここまで育ててくれた父には恩がありますから、父が今以上に壊れてしまう前に私が止めます。
次のニュースです。四つ星グループの社長四谷冬彦氏が自ら警察に出頭し脱税の容疑で逮捕されました。夏子さんの決意を聞いた約2週間後、テレビから聞こえたのは国内大手の会社でもある四つ星グループの社長の逮捕のニュースだった。脱税には四つ星グループ幹部全員が関わっていたそうで、幹部が一新されてグループは存続するそうだ。弟と夏子さんは離婚せずに婚姻関係を続けている。四谷社長の逮捕などがあったため、穏やかな新婚生活とは言っていないみたいだが、これで少しは落ち着くだろう。時間がかかりましたが、父を説得できてよかったです。俺も社長として頑張るよ。次の四つ星グループの社長には健が就任した。クリーンな会社として一から頑張るそうだ。弟が代表を務めていた我が社は、私が社長になることになった。部長からの突然の社長である。私、中卒よ。それを社長にするなんて大丈夫？だから何？実績あるし、姉ちゃんになら俺の会社も安心して任せることができるよ。弟からのお墨付きをもらってしまったので、これは頑張らないといけないな、と気合を入れる。中卒ということで見下されたことなんてこれまでたくさんあった。それでも私は後悔などしたことはない。この人生のおかげで今では社長にまで慣れているのだから後悔をする必要なんてないのだ。同じような境遇の人に頑張っていればこういう未来だってあるのだと私は証明したい。これからも自分の生い立ちや学歴を隠すことなく仕事に邁進していきたいと思ったのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。